グレンフェルタワー火災は2017年6月14日にイングランドロンドン西部に立つ高層住宅棟グレンフェルタワーで発生した火災。日本での報道では単にロンドン高層住宅火災などと表記されている。同16日に完全沈下したと発表された。英国内では第二次世界大戦後最悪の死者数70人を出した火災。グレンフェルタワーの名前は 建設時に南側を走っていたグレンフェル道路に由来し、また、グレンフェルという固有名詞は、英国軍人だったグレンフェルに由来する。6月14日、現地時間午前6時頃のグレンフェルタワー。6月14日、未明、ロンドン西部県ジントンチェルシー区のノース県ジントン地区にある公営住宅、ランカスターウェストエステートのグレンフェルタワーから出火。 英国夏時間で午前0時54分に通報が行われた。出火元は住宅部分の4回目だった。消火活動には消防車40台、消防士約200人が出動し、鎮火するまでには24時間以上かかった。2日半を要したと報じる報道機関もある。ロンドン消防隊のダニー・コットン消防総監は、消防士として働いてきた29年間の中で見た。 ことのない規模の火災だと述べた。ロンドン警視庁の同16日の発表時点で確認されていた死者は30人、また19日の発表時点では推定死亡者数は79人であり、9月27日までに67人の身元が確認された。ロンドン警視庁によると、歯の診療記録を世界各地から取り寄せる必要があることなどが理由で身元確認が進んでいないという。 また、幸運のため全員を発見しなければ身元童定が困難かもしれないとも述べた。28日には猛烈な火星のために身元特定、不可能な犠牲者がいると公開された。7月5日、警視庁は死人により識別できる遺体はすべて収容したと発表した。不法入国したために処罰を受けないよう被害申告していない移民がいる可能性があり。 最終的な死者は前日の79人を超えると考えられている。英国紙のガーディアンは住民が作成した一覧によれば死者は120人以上だと報道した。警視庁は23日の記者会見の中で被害の全容を把握するため当時ターにいた人物を全員把握したいと主張し内務省から入国資格を追求しないと保証されているので 警察への被害申告を躊躇しないでほしいと呼びかけた。28日の発表によると、正確な被害者数が確定するまで数ヶ月かかる見込みである。15日時点で病院で治療を受けた負傷者は78人、うち渋滞は17人確認された。また、この火災で近隣の集合住宅も含めて151戸が消失した。 また、158世帯がこの火災で住居を失ったことが確認されている。消火後のグレンフェルタワーテリーザ名首相は15日、現場を視察した後に火災の原因や責任を解明するための公開調査を実施するよう命じた。建物内が高温で危険であること、足場が不安定な場所があること、倒壊する可能性があることなどから15日時点では 建物内の捜索には数週間かかる見込みだった。23日の警視庁の発表によると、専門調査官250人で捜査しているが、鑑識官僚が終了するのは年末になる可能性があるという。16日、ロンドン警視庁は火災は完全沈下したと発表し、放火であることを示すものはなかったと述べた。23日、米国の大手家電メーカーである、 ワールプール社のホットポイントブランドの冷蔵庫が火元であったと警視庁が公開、型番 FF175BP または FF175 バイト G のホットポイント冷蔵庫の所有者は同社に連絡するよう促した。また、ワールプール社も同様に当該モデルの所有者は自社に連絡するよう呼びかけた。火元になったモデルは2006年3月から 販売終了した2009年7月までに6万4000台が販売されたが、ワールプール社によれば、リコールの対象になったことはないという。23日の警視庁の発表では、火元の情報に加えて、外装剤と断熱剤の安全性試験を実施したところ双方とも基準値に届かなかったと述べた。さらに、業務上過失致死などの容疑で立件を検討しているとも語った。 7月27日、警視庁の担当官は、ケンジントンチェルシー行政区とケンジントンチェルシー、入居者管理団体に2007年の団体による過失致死罪及び殺人罪に関する法令に基づき、この2団体による過失致死を疑うだけの根拠があると伝えた。なお、団体による過失致死罪では有罪になった場合、その組織に対して上限のない罰金刑が課されることになる。 16日、米首相は500万ポンドのグレンフェルタワー住民裁量基金を創設すると発表した。グレンフェルタワー住民に対して3週間以内に住宅を提供し、必要に応じて資金援助を行うという。また、週末には1世帯あたり現金と振り込み合わせて5500ポンドの緊急援助資金を提供するなど、詳細な支援内容を発表した。また、 行政区、中央政府、赤十字、ロンドン警視庁、ロンドン消防庁が参加する、グレンフェル火災対応チームが設置された。地域社会、自治大臣のアロクシャーマは、火災で焼け出された住民に対し無償で近隣の、不動産を一時的な滞在場所として提供すると、提案したが、19世帯は、連絡が取れず、残り138世帯のうち提案を受け入れたのは14世帯。 入居したのは3世帯だった。改修前のグレンフェルタワーグレンフェルタワーは、ノースケンジントン地区の構造住宅である。ノースケンジントン地区のある、ケンジントンチェルシー区は富裕層などが住む地域として知られているが、この地区には貧しい地域も点在しており、ノースケンジントン地区はその中の一つである。このタワーは1974年に完成した全127個で、 地区43年の低所得者向け高層住宅であり、ケンジントンチェルシー区が管理していた。イギリスの都市部で主に見られるタワーブロックと呼ばれるタイプの高層住宅であり、グレンフェルタワーのような低所得者向けのカウンシルフラットにしばしば利用されているタイプの建物だった。また、全24階であり、地上1階から4階はオフィスや保育者などの共有フロア、 5階以上が居住フロアだった。火災当時は約600人が住んでいた。火災後の住民の証言によれば、このタワーには多様な国籍の住民が居住しており、モロッコ人が多かったという。また、ムスリムの住民も居住しており、ラマダンの期間だった。火災当日はムスリムたちが深夜に起きており、出火に気づいたとの証言もある。2015年から2016年5月にかけて、 公営住宅地全体に予算860万ポンドの大規模な修繕工事が行われた。なお、この工事を受け負った施工会社は火災の発生後に修繕工事は必要な基準を満たしたものだったとコメントした。この時使用された外壁材が炎症の原因になったとの指摘があり、修繕を受けた他の高層住宅に対し点検が行われることになった。 グレンフェルタワーでは数年前から住民たちが防火対策を不安視しており運営者側に火災対策の不備を指摘していたという2013年2月に住民団体グレンフェル行動グループは前年の防火設備点検報告から消火器の使用期限切れなどの問題点を指摘し火災のリスクがあると主張していたまたデイリーテレグラフの報道によれば 階段が一箇所で他に避難経路がないことも繰り返し、警告していた。火災の後、米国紙ニューズウィークと、二国メディア、AFP は地元住民がこの火災に関して、地方行政への不満を感じていることを報道し、防災上の不備を住民が指摘していたが、無視されたという地元民の主張を掲載した。報道をもとに作成した、グレンフェルタワーの外壁部分の模式図。 コンクリートの外壁の外側に断熱材と外壁材が設置されているが断熱材と外壁材の間に空洞がある。この火災では短時間に建物全体に燃え広がり逃げ遅れた住民が多かったと報じられている。英国史、タイムズの掲載した目撃証言によれば出火から約15分で建物全体に火が回った。火の回りが早かった理由として 改修工事の際に外壁に使用した素材が一因となった可能性が指摘されている。フィリップ・ハモンド財務大臣はこの耐火性の低い外壁材について欧州や米国だけでなく英国でも使用禁止だと認識していると述べた。グレンフェルタワーに使用されていた外装材は米国企業アーコニックの例のボンドポリエチレンだった。例のボンドは3種類発売されておりうち2種類は 耐火性のある芯が素材だったが、タワーに使用されたポリエチレンは安価だが、可燃性のプラスチックが芯になっていた。英国紙、デイリー・テレグラフの報道によれば、米国では例のボンドポリエチレンの40フィート以上の建築物への使用はすでに禁止されていたが、英国の基準には違反していなかった。アーコニックはこの火災を受けて、当該商品の高層建築への販売を中止すると、 発表した。なお、低層建築物向けの販売は継続するという。イギリス保健協会の広報担当者は、アビは2017年5月に、外装材の危険性について政府に警告していたと、述べた。この発言によれば、2017年2から5月に、コミュニティ、地方自治省が、住宅白書への意見を募集した際に、可燃性物質が材料である外装材は、 火災が延焼する原因になる可能性があると指摘していたという。英国紙、ロイターは、グレンフェルタワー改修工事の計画書に防火壁についての記載がなかったと報じた。この報道によれば、英国建築研究所と外壁断熱材の業界団体は、元の壁の外側に断熱材などを設置するときは隙間を伝って、炎が上昇するのを防ぐため各階への防火壁の 設置を推奨しているという。日本経済新聞の報道によれば、グレンフェルタワーの既存の外壁は、厚さ 250mm のコンクリートであり、回収時には、厚さ 150mm の断熱材と外装として、厚さ 3mm の亜鉛製金属パネルで覆ったが、断熱材と外装の間に 50mm の通気層が設けてあり、ここに炎が侵入して、 断熱材が急速に炎症した可能性が高いとする専門家がいる。また、断熱材が燃焼していた場合、金属パネルにより火元まで水が届かず消火に支障をきたした可能性も指摘されている。自宅以外で火災が発生した際は室内に泊まるよう掲示していたとの指摘があり、指示に従って逃げ遅れた住人がいた可能性があるとの意見が報じられた。一方で、 自室での火事、もしくは自室に影響するような火事以外では、指示がない限り室内に泊まる、よう勧告するのは、イギリスの大型集合住宅では、標準的なことだとする意見もある。その理由としては、不必要に避難して、通路を塞いでしまう可能性があること、高層住宅は、一般的に炎症を防いで、建物全体に火が回らないように、設計されていることが挙げられている。 また、室内に残留するという方針は、危険を感じた人々が外へ避難するのを禁じているわけではないという。日本経済新聞の報道によると、各階にバルコニーがなく階段は、エレベーターホールを囲んでいる、コア部分の一箇所だけであり、二方向避難はできなかったという。イングランドではビルへのスプリンクラーの設置義務は2007年以降に、 建てられた高さ30メートル以上の建物が対象であり、また英国では既存の建物にスプリンクラーを後付けする義務はないため、グレンフェルタワーにはスプリンクラーは設置されていなかった。ただ今回の火災では外壁部から炎が伝わって拡大していることからスプリンクラーがあっても際はなかったとの意見もある。一方、デイリーテレグラフの報道した意見では、 スプリンクラーがあれば、炎症を食い止められたかどうかは別問題だが、スプリンクラーを設置していれば、住民を救出しやすくなり、生存率も高まったはずだと主張している。イギリスではこの火災への追悼集会や、抗議集会が行われた。6月16日には抗議デモの参加者数十人が、ケンジントンチェルシーオーリツクの区役所内に突入し、役所の外にもリリー・アレン含む、 数百人が抗議のために集まった。2017年6月21日、被災者支援のためのチャリティーソング、明日にかける橋が発売された。サイモンガーファンクルの曲のカバーであり、音楽プロデューサーのサイモン・コーベルの呼びかけで、録音され、イギリスの著名なアーティストらが参加した。50人以上のアーティストが参加し、アーティスツ・フォー・グレンフェルを結成した。参加者は、アデル。 ザフーのメンバー、ジェームズ・ブラント、ジェシー・ジェジンジャー・スパイス、ストーム・ジー、ナイル・ロジャース、ピート・タウンゼント、ピクシー・ロット、ブライアン・メイ、リアム・ペイン、リタオラ、ルイトム・ムリンソン、レオナ・ルイス、ロジャー・ダルトリー、ロビー・ウィリアムズ、ロンドンコミュニティ・ゴスペル・クワイアなど、売り上げは、ロンドンコミュニティ・ファンデーションにすべて寄付される予定だという。このチャリティーソングは、 発売から2日間でストリーミング含めて17万ユニットの売り上げを記録し、英国のヒットチャートで1位を獲得した。2017年6月21日、火災への対応を批判されていたケンジントンチェルシー区の区長ニコラス・ホールゲートが辞任した。この他に、ニコラス・パジェット・ブラウン区議会議長、ロック・フィールディング・メリン副議長、ケイクトモの CEO も辞任している。 BBC の報道によれば、住民支援団体のサイレンス・オブ・スー・サイド創設者は少なくとも20件の自殺未遂があったと話している。また、住民団体、ジャスティス・ヨング・レンフェルでボランティア調整を担当している。看護師も支援ボランティアの20名が自殺未遂をしたと聞いているという。ロンドン市長のサディク・カーンは、今回の火災は防げた事故だったと述べた。 また、地域住民は、長年の放置や、火災後の対応に怒りを覚えていると述べ、英国の日曜紙、オブザーバーに寄稿して1960年代から1970年代に、イギリス全土で建設された、高層公営住宅をすべて建て直すべきだと、提案した。超党派の、防火安全救助議員連盟の名誉幹事である、ロニー・キング元消防総監は、議連では4年前から、 高層住宅の防火対策について、コミュニティ、地方自治省に警告をしていたが無視されたと非難した。6月14日、警察、消防を担当する、格外大臣のニック・ハードは、グレンフェルタワーのように、大規模修繕を受けた高層住宅に対し一斉点検を行うと述べた。2017年6月22日、イングランドでは、約600の高層建築で、 同様の可燃性の外壁材が使用されていたと首相官邸が発表し600棟の外壁材の点検が始められた。同25日、a 政府はイングランド25行政区の公営高層住宅60棟の外装材が防火検査の結果不合格だったと公表した。この検査結果は家主と地元の消防、救急当局に通知された。26日、 サジド・ジャビド地域社会、自治省はこれまで安全性検査を行った75棟の高層住宅すべてが不合格だったと発表した。23日、ロンドンのカムデン区議会は、外装材の除去作業を実施するため地区内の高層住宅5棟の住民を避難させた。避難対象の建物は、同地区のスイスコテージにあり、合計すると約800世帯が居住している。 うち一棟は危険性が比較的低いと見なされ住民は帰宅できたが、他の四棟650個の住民は避難対象となり、大半が避難したものの約200人が避難を拒否した。これらの建物はグレンフェルタワーと同じ業者による外装工事を受けており、調査の結果使用されていた外装材はグレンフェルタワーと同じではなかったが、要求水準を満たさなかったという。 グレンフェルタワーと類似の外装材だったと報じる報道機関もある。また、防火扉やガス管など外壁材以外の防火基準違反も発見された。クラディング・イン・ロンドン・ハイ、ライズ・ファイア・オルソー・ブレイモド・フォー・2014メルボルン、ブレイズ、ザ・ガーディアン、https、www.tguardian.com、UK ニュース、2017、順、15、 フラディング・イン・マイナス2014メルボルンハイライズ・ブレイズ・オルソー・ユーズド・イン・グレンフェルタワー2017年6月16日閲覧ありがとうございます